はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、残機デッキあまりにも強くなってますんで、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思っておりまして、環境トップと言われています。今はいティアー1と言われていますめちゃくちゃこれ使ってみたんですけど、バカ強いですね。このテーマなんでかっていうと、結局その残機サーキュラーとかいうマジぶっ壊れモンスターが実装されましたんで、なんかありえんこっちよがってまして、結構展開力も上がりましたし、しかもなんかこいつがそもそもね、何するかっていうと、デッキから残機モンスターをコストで送って特殊召喚して、さらに残機が特殊召喚されると、いや召喚特殊召喚されると残機魔法トラップ持ってこれるってことで、1枚から3枚のカードを、まあ、生成できるっていうね、盤面にあまりに強いという話があるわけですよ。で、このギミックを、今回採用した、まあ、ほぼ準構築の残機ですね。まあ、ちょっとパラレルエクシードはめっちゃ強いんで最強なんでこれ入ってるんですけど、ほぼ準構築の残機、これご紹介していきたいというふうに思っております。動かし方はね、対戦とか見ていただければわかるんですけども、一番強いハンドはサーキュラープラス、パラレルエクシードです。このハンド揃った時にガチで宇宙が起きるという感じですね。4歳ダランペルシアも出ますしこの動きすると、でしかもマスカレーナも、まあ、ウィキッドも、あって、後続のダイヤもサーチできるみたいな感じの、まあ、動きができるんでめっちゃ強いで、しかも安定感結構あって、これスモールワールドとサイバネットマイニングがあるから、まあ、一応手札コスト切るので、2枚が1枚になるカードなんですけど、結局こいつにアクセスできればこいつが1枚が3枚になるカードなんで、別にこんなハンドコストどうでもいいっていう話がありまして、まあ、ここはガン詰めして、まあ、サーキュラーに絶対アクセスするという感じになってますね。はい、まあ、スモールワールドは、基本的にそのイブリースっていうモンスターを経由すれば、大体そのサーキュラーにはつながりますし、まあ、これ、例えば増殖する G とかウララとかもなんかその変えられるんですよ。例えば、ウララであれば、ウララを持ってる場合はイブリースを経由すると増殖する G になるし、増殖する G 持ってる場合は、イブリース経由するとウララになるしみたいな、まあ、こういうシナジーもあるんですね、スモールワールドって。だめっちゃ強いんですよ。だから増殖する G がうざければ、イブリス経由してウララ持ってくればいいし、みたいな感じなんで、めちゃくちゃ、強いです、このスモールワールドが、このデッキは。はい。というわけで、早速ね、この、残機デッキのパワー、先行でも後攻でも強いこの残機デッキのパワー、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。やっぱ残機サーキュラーとかいうカード、やってることおかしい。来たわ、言ってたら、神。やってることおかしくねえか、こいつ。こいつナード稼いでんだ一人でおかしくねえか。シグマを落として、なんでなんかあるらしいですよ。とあるサイトによると、もうティアー1確定らしいですからね、この残機デッキはね。ええ、これ使えるやつがマスターデュエルを制していくってことでしょ、ティアー1ってことは。まあ、フワンダリズみたいなもんですよね。これとりあえず残機方程式持ってくるでしょ、余ってっから。サーチなんもねえの、相手なんもないとか甘いだろ。これパラレルエクシードあるんで、これ4素材ダランベルシアンいけるルートありますね。リンクディサイブル出しましょうと。で、パラレルエクシール。パラレルエクシール。このエクシードガチ強い。このレベル4になってサイバースなんで、なんかほんといろいろ噛み合ってんだよな。4素材でさ、巻き込んで、ダランベルシアン出すと、まあ魔法トラップサーチできるんですよね。だから、バリティスペースとか、ある頃はそれサーチしたり、応急の直命とか、ああいうのサーチしたりできたんですけど、まあ、今だったら、まあ、カウンタートラップ、神戦とかが丸いかなって感じだけど、まあ、魔封じの方向とかでもいいと思うわ。うん。だからもう結構ね、なんか、魔法トラップカードはまあ、割となんでもいいと思います。で、これワンドローも入るんでね、ワンドローとか入れ替えかっていうか、誘発で引いたりもできますし、ね、こうやって。はい。で、一旦、ウェゲット。サイバースウィギット出していく。こいつも強いんだよな。これリンク先にモンスターが出てくるとサーチ入るっていう、サイバーストークのチューナー持ってこれるっていう効果って、残機ってサイバーストークのチューナー結構いるんですよ。だからまあダイヤなんだけど基本的に持ってくるのは。でパラレルエクシードがコストにしかもなってくれると。でベイルリンクスの効果をこれ起動することによって、これウララケアね、はい、一応まあ、これなくてもいいんだけど、ベイルリンクスのこのサーチするサラマングレッドサンクチュアリは結構ね、マスカレーナを最終的に出して、まあ、トロイメニコンできるような構えになるんだけど、手札コストで切れたりもするんだよね、これ。
だから裏ラキアにもなるし敵だこそにもなるっていうことで俺は入れてますけど、これはそれ正直なくてもまあそんなに問題はないと。でここでレベル44体並んじゃいましたということで、はい、行きましょう。まあお辞してレベル4のモンスターが4体でオーバーレイ。あ、ちなみにこれはね、あの残機サーキュラープラスパラレルエクシードっていう手札から確定します、この展開ね。まあ相手の誘発が何もなければ、はい、ダランちゃんでした。していく、ダランちゃんの効果発動して4つ素材にしてるんで魔法トラップカードを持ってこれます。ここで好きなカードを察知ください皆さん、環境に合わせて。まあ俺はちょっと一番丸いなんか紙線入れてますけど、正直結構何でもいいですここのサーチは。でダランベルシアンの効果を発動、ベイロリンクスをリリースして、これはリンクモンスター以外にしたいだけです、マスカレーナすんで。はい、で2体でマスカレーナを出していくと、これで一応相手のターンに、ま、トロイメアユニコーンになったりとか、あと2と2なんで、まあ、アストラムとかにもなれます一応ね。はい、で神戦をセット、残機超会場をセット、墓穴をセットと、めちゃめちゃ強いよねこれで今エフェクトベーラーもさっき引いたから、妨害数的にはまあ増殖するチームを含めればなんだけど、1、2、3、4、5、6から7妨害ぐらいですかね。まあ超会場から出してくるあのラプラシアンっていうやつが、まあ妨害数的にはなんか結構なんか3妨害ぐらいの体感なんで、なんか体感なんか9妨害ぐらいありそう体感9妨害。一旦増殖する G 打つか、魚打ってきたらスルーでもいいかもしれないけど、楽園ってことは楽園融合を求めていけばいいですね。まあ神戦もありますし、これはね、ね、先にね、超会場でね、ラプラシアン出すもあるの。うん。まあ、アルベルは別にいいや。エフェクトベラ打てるから。はい。で、アルベル特殊召喚に成功した場合に、エフェクトベラをぶん投げて、で、効果を無効にしていくと。さあ、これで赤の楽園も楽園融合もサーチはできない。スビーていますかってことですね。はい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 、いいでしょう。ここで超会場打って、で増殖する G って言われたら墓穴って言えばいいんで、で墓穴って言われたら神戦って言えばいいんで全部の対策ができてる、全ての対策が可能、全ての相手の発動してくる妨害に対する妨害が可能、あまりに強い。はいはい、でラプラシアンですね。でラプラシアンで、ほい、効果発動はね、ね、2個だね。とりあえず、サイバースウィキッドの効果チェーン1、ラプラシアンの効果で、相手のモンスターを、出た時に、相手のモンスターを墓地送りながら、判別して、魔法トラップカードも墓地送るっていう効果があるんだけど、効果。でね、ダイヤ素材にしてるんで、効果もあります、これ。ラプラシアンが。ダイヤを素材にして、エクシー召喚した残機モンスターは、なんか何でも相手のカードの効果を無効にできるっていう効果。あー、ドラマツルギアいった。あいつはね、邪悪なモンスターなんでね、やつが根源なんですよ、諸悪の。なんであいつはもうどうでもいい。はい、でダイヤ持ってきて、で効果無効一回やって、神戦あって、楽園融合は普通に神戦ぶっ込んでいく。あ、いや、これ先にこっちはいいか、一回こっちか。ダイヤ巻き込んでるんで効果無効ありますから、楽園融合を普通に無効にしていく。相手の手札の2枚と、まあ、1枚神戦で止めれるし、まあ、なんか出てきてもマスカレラできるしまあもうほぼほぼ無理なんじゃないでしょうか。あー、なるほど、死ね効果発動する前に召喚無効、はいセット、なるほど。ミニフェス終了前 IP マスカレーナの効果を発動。はい、じゃあユニコーンいきますか。こことリキッドもいらないかな、まあ、ラプラシアンでいいか。はい、さよならでさっきサーチしたあのサンクチュアリをコストにすればねいいので、はい、それで気持ちもらさーい、ありがとうございます。バカ強いわ、バカ強い、マジでおかしい、やってること完全に一人だけ頭おかしいよやってること、これ
でダイヤ召喚して効果発動して、こっからは結構なんでもいいんだけど、はい、サーキラー割と結構どうでもなりますこれ。浮気をするのはまあ別にアクセスコールとか出してもいいし、まあ今回せっかくなんでファイナルシグマ出しに行きますか。アップデートジャマーでもいいか。これアップデートジャマーアクセスの動き見せるか、うん、いいよそれで、それが一番なんか早そうで、アップデートジャマー出して、でこいつをリンクサインにしたモンスターはなんかあの2回攻撃ができるっていう効果が付与できるんですよね。はい、これが強くて、でサイバースリキッドでまあ次のなんだろう、手数も確保できながら、2体でアクセスをぶっかまして、はい、一応リンク2の素材なんで4300なんですけど、4300で2回攻撃です。アップデートジャマー効果、アクセス効果、打点アップ&、2回攻撃、めちゃくちゃ簡単だよね。ワンキル取るのもアップデートジャマーもあるし、まあ、アクセスもあるから意外と高校バックでも結構できるし、ここワンキルもなんならできるし、シグマいるから、はいはい、余裕強すぎこのデッキ。このやっぱミュートリア研究所、進化研究所かのフィールドめちゃくちゃいいよな。これすげえ気に入ってきた。このなんか換気扇がうるせえのもなんなら気に入ってきたわ最近。よろしくお願いします。高校ゲーム参加権発動、暗転、なるほどね、暗転がありますよアピールからの増殖、通る、通って、お願い、よっしゃー、よーし。草原はまあ一番増殖する字が効くんで、まあそれを引けたのは俺のまあ遊戯王がうまさっていう話はありますよね。うん、草原相手に増殖する字を引くっていうのはもう遊戯王がうまい、これ以外何もでもないから裏のとか引かないからね、あんまり草原は。ぶっちゃけエフェクトベイラーとか無限保養はまあそこそこ効くけど、さあ龍炎さんがしかも純制限になりましたんでね、まあそんな簡単にはこれ貫通して動いてくるのかな、わかんねえな。貫通して動いてくるとしたら、だってあと何枚ドローできるんだ ?1、2、3、3枚ドローできるのか。いや、さすがにそんなにドローはさせないか。さあ、増殖する G を貫通して動いてくるのが田舎問題。龍炎を持ってくる。あ、出す!なるほど。ってことはもう3枚ドローしても結構手が強いな、これ。相手。じゃあ、癖も強いってことか。なるほど。相手にとって不足はね。まあ、こんだけ手札があればなんとかなるだろう。はい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 、いいでしょう。めちゃくちゃドローさせてくれるのありがてえな。手数はなんかそこそこ出そうな気するんだけど、パラレルクシードもあるし、サーキュラーも来てくれたんで、まあ、ウララも来た、ちょっと遅いが、まあ遅くもねえか。あ、でも遅いな。赤章のサーチ効果に、サーチ効果じゃドロー効果が、バロ、爆やった。え?伏せないの?伏せないの?マジ?その4枚なんだよ、じゃあ。誘発か。なんだその4枚。なんかしかも暗転してたぞあいつ。え、何そのカード誘発しかないよね。うららとか増字とかなのかな。バロネス君ちょっと一回黙ってもらっていい。デッキトップ強かったな。一回黙れ。あ、オッケー了解。まあそれはまあこれ一時効果なんでオッケーで、バロネス効果使わせた。あと見えてる妨害は赤章のみで、うららと増字なんだが、あとはあるとしたら、まあ、墓穴と抹殺あるから多分全然なんとかなりそうだね。これさすがに強そう。増人はうららせればいいし、サイバネットマイニングを発動。ちょっと一回相手の様子見よっか。で、スモールワールドいらないから捨てて、なんかサイバース持ってきたいんだけど、なんかなんもない。オッケー。そうですね、まあ、アディオンかサブトラかどっちかでしょうね。アディオンですね。2800相手打点あるから、まあ7000までいければいいのかな、まあね、7000までいけばいいね。ってことはアディオンでファイナルシグマの打点上げればいいから、サーキュラーの効果を使っていく。で、ここでうららって言われるじゃねえや、増殖する字って言われたら、まあ、墓穴打てばいいか。うららでもいいけど、増殖する字は墓穴でいい。でも墓穴でよくて、はい、黙れ、はい、黙れ。さすがにそんだけ引かせたのは君だからね。こんなに引かせたのは君だよ。あとは赤章だけだね。
関城はダイヤ巻き込んだダランベルシアを立てて横から展開できれば全然問題ないんで、一切問題ないかなっていう感じですね。で、ダイヤも引けてるんで幸い。これはもうなんかいくらでも、できそう。なんともなりそう。で、シグマ効果で特殊召喚。はい。で、サーキュラー効果。残機持ってくるような効果。石城効果、ここ。そりゃ握手じゃろ、アリンコ。そりゃ握手じゃろ、アリンコ。強いデッキ使ってるときってなんか、あれだよな。強い言葉使いたくなるよな。わかる。一応ニビルケアするか。ダイヤ召喚しといて、で、ダランベルシアンだけ出しといて、これで、ダイヤ巻き込んでると、効果無効があるんですよ。なんでも。相手のなんかカードの発動じゃない、カードの効果か。無効にできるっていう。だからこれでもニビルケアです。はい。ダランベルシアン出して、で、ダランの効果を使って、残機カードをサーチ。ふい、ふい、ふい。すべてのカードケアできるぞ。このハンドはな。さすがに。引かせたのはお前だからな。でも。引かせたのはお前だぞ。でですね。サブトラ効果で相手の打点下げましながら、下げながら出てきます効果。はい。で、ダラン効果発動。サブトラリリースして、ナブラ出してこよう。手札から。ナブラを爆弾。墓地か手札から残機出すっていう効果ね、これね。フィールドのなんかモンスターリリースして。で、ナブラ効果も、なんかフィールドのモンスターリリースして、マルチサプライヤー出してくるっていう効果。はい。で、残機マルチサプライヤー効果、レベル上げるって効果。倍にして、で、8と4でシンクロ召喚。これが、史上最強の残機モンスター。現れろ。エンザンキファイナルシグマ。そしてマルチサプライヤーとナブラの効果がそれぞれ発動、攻撃力を倍にし、さらにモンスターに2回攻撃をすることができるようになる。さらにエンザンキファイナルシグマは戦闘ダメージを倍にする効果と残機以外のカードの効果を何にも受けない効果を持てる。バトルフェイス、エンザンキファイナルソード、バゴーン。このモンスターバカ強い。いやー、何もない、何一つない。あ、でも手数でゴリ押せる説ある。サーキュラー来てるな。サーキュラーサブトラなんか手数でゴリ押したらなんとかなるかもしれん。ああ、それはやばい。一無効は絶対に確定か、厳しいな。あのメスイヤーのキー、いや、勇者ギミックでもうワンチャン入るよね、残機って。勇者ギミック入り、まあちょっと枠結構きつくて、俺入れてないけど、残機って勇者も別に使えるとかいう、やばい効果。まあダイヤの効果が起動できないぐらい。だよね、多分。まあ、ダイヤの効果起動できないの意外とあれか。痛いは痛いか。いや、でもなんか入る気がするな、勇者ギミック。サーキュラーさえ通れば、全然展開はできるし。うん。まあ、ちょっと、ダイヤの効果使えなくて、若干の展開がいろいろ変わるかもしんないが、ドラコバックいいだろう。いや、強いなぁ。セリオンだ。出た、セリオンズ勇者じゃん。来た。やばい。これさすがに強そう。こんだけぶん回られると結構強そう。トレードインも発動していく。やばい、それは。うわ、めちゃめちゃセリオンズ墓地送ってんじゃん。結構やばいか、これ。大丈夫か。セリオンズリリーボレア。いやー、強いやつ来たな、これ。これアリエンセリオンズ展開されるな。さすがにね、墓地超えた後のセリオンズめっちゃ強いんですよ。まあ、トレードインとか、セリオンズチャージにハルララって言われるのは結構ありますけど、これ通ったらさすがに強いんだよな。コスト強えな。コストも強えな、お前。ドラコバカ、噛み合ってんだ、この勇者セリオンズ。セリオンズリング、なるほど。セリオンズリングからのドラコバック装備。はいはい、なるほど。なるほど。で、リング活動からのレギュラス。いやー、これ結構つらいな。2回無効飛んでくるのか。2無効飛んでくるの結構きついぞ。
うわ、来たきちー。いや、これ何引いた、まあ、無限保養とか引くの結構割と前提だな。二妨害を踏み越えていかないといけないので、展開札はそこそこ来てるから、まあ通れば。うわ、ゴードンもあんの、強くない反動。ちょ、お前ふざけんなよ。は、ガチでヤバいやつ来たんだけどガチでヤバいやつ来たんだけど、待って、ちょっと待ってお、特殊召喚できないんだけど無理だろいや、無理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 だろ、これふざけんな。なんだこのデッキ、なこのデッキ、なん、サボークローザーってどういうこと、なにこの僕が考えた最強デッキ、ちょ、お前、なんだそのサボークローザー勇者セリオンという謎デッキ、強すぎるだろ